ございます。お荷物フェスが終わりましてしばらく経ちました。今日はまだ、愛知県にいるんですけれども、本日フィールドスタイルというイベントに遊びに行こうかなと思っております。初めてやね、行くの。そう、ずっと行きたかったけど、うん、予定が合わず行けず、今回は行けるんじゃないかということでですね、はい、ちょうどお荷物フェスの1週間後にね、あるっていうことで、今日金曜日なんやけど、金曜日がプレスビジネスタイムっていうね、関係者だけの、日でして、土日が開催日です。なるほど、ということで、もう金曜日から、せっかくなんで行っちゃおうかと、いうことで、今回はですね、このハンゴーポーチが、ナチュガールのナチュギアっていうブランドから出まして、こちらがチキリキャンプさんというブランドさんとのコラボの商品。おー、なるほど、そのブースで出展します。なるほど、おまきさんはお手伝いに行くという感じですね。僕はちょっとフリーな感じってことですね。まあお手伝いしていただいても構いません。なるほど、ちょっと撮影とかね、いろいろぐるぐる回ってみも見たいなとは思います、今日は結構じゃあ時間あるんじゃない？今日はそうや ね、多分一般の方は来られないんで、比較的ゆとりもあって、なるほど、近くの高速のパーキングまで来たんで、そこからやっと行きたいなと、思います。着いたと同時に降ってきましたね。やべえやべえ、ちょっと早めに来てもよかったシステムですね。あ、やってる、ちらほらやってる、むちゃくちゃ広ない？すっごい。どうした？この辺り？お前がすぐやな。これ後で出てとないけど、これマキさんの色一緒じゃん。そう、これの他にもこういう色と、あ、はいはいはい、グレーっぽいのと、なんかツートンみたいなのが、ツートンのもある。今ここにあるやんね、うん、もう5時になってるよね。あと4分、ちょっといろいろありすぎて、めちゃくちゃやっぱ広いね。みんな言うてたけど、チャリンコいるで言うとったけど、これが、これあ、五徳セット焚き火台ごとめっちゃかっこいいな。うわ、トルリュー、キャンピングカー、え、確か見たことある。だってこれ AFC の中村さんのやつやん。あれ、お仲間？お仲間の可能性高い。今日はおらんのかもしれない。パカってあれですね。そうね、パカやな。今日はいない。あ、ぽいぽい。ここをね。うん。今日いないっぽいね。また後で戻って。そうね。カッティングシート。わあ、これはちょっと楽しいな、なんかやっぱいろいろあって、これは今日絶対正解やわ、人すごそうやもんね、明日。めっちゃ暖かいですよ。いいですか？びっくりしますよ。こんなすぐに、いや、すぐにすぐに。え、もともとぬくいんですか？いや、もともと先つけたばっかりです。1秒で発熱です。すごい、まず座った瞬間これこんなんできるんですよ。待って、電熱じゃないんで、シャキシャキ。あ、これがそうなんですか？そうです、そうです。あ、上のこれだけですか？はい、これと下も一緒にセットで、これが下がクッションになってるんですけど、上はヒーターはこれだけ。あ、へえ、すごい。あの電熱とか使ってなくてカーボンナノチューブってやつなんで、あ、ありがとうございます。くちゃくちゃってできるんですよ。へえ、すごい。車でも家でも、パソコンがあれば使えるんで。え、こんなすぐぬくなるんですね。これ3秒で今マックス60度になってて、あ、これ60度って多分国内でもほとんどないぐらいの温度で。あ、幕開けでやってらっしゃるんですね。幕開けで12月15日この下が成功して、このクッション材が、はい、それの冬用として。これちなみにヒーターも回数制限ありますけど、洗濯もできるんで。ああ、なるほど。え、すげえ、こんな薄くて、車内でも使えるし、いいね。
びっくりするぐらい暖かくないですか。めちゃめちゃ暖かいですね。ちょっと暑い、はい、暑いぐらいなんです。今まだ暑いぐらいの。これでもほんまに冬のキャンプとかいいですね。ちょっとハーとかね、ありがとうございます、はい、すいません、ありがとうございます、よろしくお願いします。アウトレットとかね、なんか買いたくなるよね。そうだってさ、こんなちっちゃいのとかもあるで。ほんまや、グランプリ受賞してる。これは焚き火台か。そういうことですね。めっちゃ可愛いやん、ね、コンパクトになるよね、うん、これぐらいの大きさ欲しいな。でも、うん、一人やったらこれなんでもいいかもな、うん、俺らあの俺よく切らんからさ、あの巻きをね、巻き終われないから。なんかさ、こんなん欲しくない？あなんか良くない？みたいなね、うん、なんかアウトドア時だけするみたいな、うん、あ、ゴールゼロある、ホタテも売ってるゴールゼロ、あ、すげえ、フライパンや、ね、うん、あ、ボージー、あ、ジャクリー、外で持ち帰りとか、でドリンクホルダー、どんな畳具合なんだ。あー、どれぐらいか。キャンプ行くだけとかやったらめっちゃありやな、うん、いいかな、普段庭に置いてる、うん、あ、確かに怖い、うん、こういうの憧れる、憧れる、うん、いいよな、ね、うん、あ、これや、ほんまやこれ持っていくって言ってたやつ、ほんまや、あ、ここやってんな、あ、ここはじゃあメインステージか、そう、なるほどなるほど、ポテラス、うわ、これはうまそうだぞ、卵いっぱいプリン、卵屋さんなんだね、うわ、卵かけご飯、ちょっとそこの壁にもたれかかっていい、ちょっとトゲが、いらんやろそれ。取ったの。渡されたから。いや別にあの別のとこあるでしょ、取るとこ。どこなんや、どこ、愛知県、うん、近くやね、なあ、やっぱ探せばあるよ絶対、うん、あ、俺と前一緒のつけてる、うん、なんかめっちゃ綺麗やね、うん、うんちくんある、うん、めっちゃ可愛いやん、うん、なんか買いたいな明日、何を買うかよね、うん、こんなん最高やろな、これめっちゃいいね、こういうの、焚き火が、あ、一回だけこういうガチキャンプしてみたいな、どういうことだよ、じゃあなんか荷物がさ無理やん、物理的にさ、うん、ちょっとガチでガチしてみたいな。おはようございます、はい、今日からがね一般のお客さんも入った、フィールドスタイルが本番ということで、はい、いや風強いし今日からめっちゃ寒いのよね、うん、キッチンカーゾーンです、これすごそうやな、人もただでもちょっと風強いし寒いから、昨日までやったらなこれ冷たいのも良かったんやけど、確かに、なあ
お荷物フェスで出店されてる方もいらっしゃるんでね、挨拶も行きたいですね。おはようございます。後で行きま す。気づいたな。なあ、こんだけ人おんのにな。あれ取っちゃった。わ、ラーメンの絵にする。こっち行った。ということで、おまきさんをブースの方でお手伝いがありますので、僕は一人ちょっといろいろ回ろうかなと思うんですが、まずお荷物フェスにね出店いただいてた、リューダーさんも出店されてるので、ちょっと挨拶行こうと思います。ちょっと風マジやばいわ、強すぎやで。まあ、海辺っていうのもあんねんけど、今日はおはこさんのサウナ館にやってきました。ちょっとこれあれですね、水着になりたいやつですね。おー、何でしたっけこれ、ロウリュウ。ロウリュウですね。すごいなぁ、こんな感じなんですね。そうですね。うわ、いい匂いする。まだ温度そんなに上がってないですけど、いや、これ今日寒いからほんまいいかもしれないですね。ちょっとこれあんまりね、服着てて汗はかきたくないです。水風呂もない。水風呂、確かに。ちょっと体験的な感じですね。そうそう。いや、これでもなかなかすごいですね。そこそこ気分が味わえる感じ。いや、確かに。これはこういうなんか、まあちょっと防火してあるだけです、ね。ああ、なるほどね。そんなか初めてですね。おばちゃんの可能性を。ね。確かに。うわ、もう暑いっすもん。もう一度行きましょう。行くんですか。すごい、これやるだけでなんかすごくなりますね。そう、蒸気がね、やば、いや、すごいっすね、ほんま。これでこうパタパタ、パタパタやるらしい。あー、なるほど。これでもほんまにあるんですよ、薪でくべてるんですよね。あー、なるほど。わっつ。暑いですね。風邪ひいちゃいそう。暑い、ほんまですよ。すげえ。いや、ありがとうございます。15分経つまで。いやいやいや、死んじゃう。あ、そういうやつあるんですね。あ、そうです。オブジェで。あ、これオブジェなんですか。いやいや、ちゃんとしたやつ。あ、びっくりした、びっくりした。なんかサウナですね、ほんまに。そこそこサウナっぽいです。こんなもんつけて、いや、そう、板張りとかしちゃうと、はい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 、はい、あの、重たくなっちゃって軽トラに乗らなくなっちゃうんですよね。なるほどね。まあ、これぐらいで、これってこう、この煙突層がばらせたりするんですか。煙突層抜けて、まあ、あと蓋が本当は。ああ、なるほど。ですけど、サウナあったかかったわ。今日は寒いからちょうどいいぞ。めちゃめちゃいいです。あとね、グリーンウッズさんもご出店されてるので、ちょっと挨拶行こうかなと思います。ちょっと実は昨日ちょっとお話しさせてもらったんですけどね、改めましてですね。ちょっとガールゾーンすごいですね。いや、すごいね。やっぱ昨日と空気がちゃうね、やっぱ。どうもよろしくお願いします。でも、サービスエリアで、前に譲ったのかなと思った。おはようございます。おまきさんがいるナチュガールブースはまあまあ提供しております。はい、2時前ぐらいになってですね、キッチンカーめちゃめちゃ混んでたから、とりあえず豚汁と豚丼を購入いたしましてですね、旅吉さんに戻ってお昼ご飯を食べようと思います。マキさんはね、ちょっとあの、ブス立っとかなあかんから、あかんわけじゃないけど、まあ、立っとった方がええということで、マキさんお腹空いてないということでね、まあ、とりあえずもう限界が、お腹がもう限界なんで、食べたいなと思います。いただきます。いや、やっぱ疲れるね。なかなか。人が多いね、やっぱね。さすがですね。うん、美味しいな。うまい。いや、そうなんや。これ買おうかな思ったんやけどな、ちょっと並んでたからやめました。あ、そうなんですか。はい。
っぱあれやな、食べ物系はやっぱちょっと落ち着いてるわ。あー、さすがに。そう、三つ福団子のくるみ味噌、うまそう。と焼き芋ブルー、それも間違いないわ、ね、これじゃあ1個食べてみよう。どうぞ。うん、うまい、うん、ちょうどいいわね、思ってるいるわやったもん。皮ごといけるタイプかな。いけるやろ、足を休めた。ちょっと風が出た、寒いね、今日から寒いね。うま、今日急に寒くなったからね、うん、風もあるから余計にね、うん、今日追ってから寒くなってくれたらいいの。おお、バターが効いてるね。はい、お疲れ様でした、はい、おまきさんご苦労さんでしたね今日は、はい、はい、僕はあの一人満喫してたというかね。ゆっくり回らせていただきましたよ。いやでもね、やっぱキャンプ系のね YouTuber さんのファンの方が結構来られて、あ、まあそうね、で、初めましてやけど、うん、なんかステッカーもらってくれたりチャンネル登録してくれたりとか、ありがたい、記念に行ってさ、なるほど、初めて会ったでステッカー買ってくださったりとかした方もいて、あ、それありがたいですね。うん、今日はあの関係者の方がここでパーティーを、あ、そうなんや、パーティーナイトがあるらしいですよ。8時までなんとかって言ってたね。そう、パーティーナイトがあるらしいですけど、まあ、僕たちはそんなことしてる場合じゃなくですね。予定がね、予定がもうバンバン詰まってるんで、もう出口大渋滞、ね、や, まあ、やばい、ね、だってさ、出店者が600やで、まあね、600社ね、だからどんだけ少なく見積もって1ブース2人やったとしても1200人、そうね、ブースだけでも間違いない関係者で、でもそんなことはないやん、だいたい5から10人くらいおるからね、それで何人おんねんって話、どえらい、どえらい、風ちょっと収まったね。ほんまやね、なんか、うん、昼間の方が強かったの、昼間の方が寒かったかも。キッチンカーすごすぎ、いやすごいね、これ出るのめっちゃかかりそうやな。いやかかるよ、うん、だってみんな高速乗らんと出れへんから。そうなんよ、ここしか道がねえからよ、ここまで行くか。明日だからとりあえずさ、まあ遅めでいいから引き取って、うんうん、明後日撮影やな。そうね、明日は無理やで、明日はちょっと厳しいね、後ろちょっと、よし、パピキスさん到着、開けたまえ、充電いけた？あ、大丈夫。携帯触ってへんやろ。ああ。大丈夫ですか？はい。ああ、しんどい。あ、大丈夫なんですね。はい。よし。よしよし。ゴミの方。はい、ちょっとお待ちくださいね。いや、お疲れお疲れ。はい、ということでですね、初めてのフィールドスタイル行ってまいりました。僕らちょっと1日だけやったんやけど、2日普通に行きたかったね。そうやね、あの回りきれん、そう、多すぎる、もっとゆっくり見たかった ね、うん、すごい規模やな。いや、すごいすごいよね、だって出店者600円だ。まあ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 、確かにね。だって1店舗さ、1分で行ったとしても10時間いやいや、だあのある程度絞っていかんと無理やってそんなもの絶対無理。いやでも全部気になるやん。いやもちろんね、まあいろんなね、ほんまお店あったから、そう、うん、もう多分ほんまにしっかり回ろうと思ったら2日でもしんどいぐらいだと思うからね、回り切ろうと思ったら、ね、だから1分で十分。いやだから全部は無理やって無理に決まってるやろそんなもんはい、ということで、初めてのフィールドスタイル楽しませていただきました。まあお前さんはね、ちょっと結構店番もあったからさ、まあ店番じゃないですね、まあ、まあ店番、まあそうね、自由は自由やったけどね、うん、僕結構一人でブラブラと、はいはい、回りましたが、いかがだったでしょうか。まあ今回ね、こんな感じで終わりたいなと思います、うん、年に1回2回ぐらいやってるのかな。春と秋で、ね、まあ、今回出店者側やったけど、普通に遊びに行っても楽しそうや、うん、そうね、うん、なんかあのまた行きたいなと思えるようなイベントでしたんで、皆さんもね、あのちょっとタイミング合えばぜひ行ってみてはいかがでしょうか、はい、ということで今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。さよなら。